こんにちは。お父さんのための野球教室の永田です。田村です。今回の動画はですね、はい、ピッチングです。ピッチング、スローイング。ピッチング。はい。まあ、これも質問いただいたんですけど。ああ、はいはいはい。はい。お父さんたちから。そうですね。まあまあまあ、はい、お父さんも、ね、野球経験ないと、はい、なかなかまあ、中学とかやってても、まあ、高校やっててもなかなかこう分かんないことっていっぱいあるじゃないですか。はいはいはい。で、まあ、よく聞かれる中でもこう、はい、スローイングで言うと、はい、肘、はい、上がってるか下がってるかっていう、あ、この問題ですよ。下がってる子に上げろと言えとか、はい、もっと上げなきゃいけないんじゃないか、はい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 、でなんかこう見た目変にこう、うん、映っちゃったりとかすると、うん、いやなんかまあもうちょっと上げた方がいいんじゃないかな、うん、まあ結局こう下がるっていうことがもうダメみたいな、うん、はい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 、とかあるでしょ。肘を上げなきゃダメだよ、あ、下がってたらやばいみたいな、はいはい、下がってたら怪我するぞみたいな、そう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 、上げてたら怪我するぞみたいなね。ただこれどこまで上げるかとか、はいはいはい、っていうとこまでは、うん、その指導現場では行ってないというのが結構こうリアルなとこなんです。あ、それはあれですか、お父さんからうちの子ちょっと肘下がってて、はい、あ、やっぱり上げた方がいいですかみたいな感じだったんですか。そうですね、まあ、どの辺まで上げればいいのかというのと、どうやって上げたらいいのか、はい、なんかなかなか上がらないんだけど、あ、なるほど、はい、でもそれってあれですよね、まあ、僕らは散々多分何千球で投げてきてますけど、はい、肘上げるって感覚あります？あんまりなかったですね。ですよね。僕も肘上げようと思って投げたことなんかないんですよね。うん、そうですね。勝手に上がるっていう、まあ速い球投げようとか強く投げようとしたらそうなってたっていうのが、はい、まあまあ自然な流れだと思うんですよ。そうですね。だから、うん、そう、僕も結構あれ違和感あって、うん、まあ近所の少年野球とか、はいはい、まあ、まあたまにやってたら、はい、通りかかりを見たりしますけど、はいはい、なんかね一生懸命こうなんかコーチがある子供さんとか教えてるんですけど、こう手取り足取り、手取り足取りこうやってこうやってみたいな、はいはい、でね、まあそれ見るじゃないですか、はい、でこうやってこうなんとかね、はいはいはい、こうやってから投げるみたいな、はいはい、いやいやめっちゃ不自然やタイミングがね、そうだね、もう肘なんか静止してるしって、うん、こう多分あれも多分ね、上げろっていう指導だと思うんですけど、まあそうですね、こう肩のラインと同じぐらいまで、うん、そうです、こうやって上げとけばなんとなく安全かなぐらいの、うん、あ、そう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 、いやでももうね、僕らから見たら、はい、いやいや怪我するよそれだって止まってるものをそこからまた動かして ね、ゼロの状態からバンって発射しないといけないわけだから、まあ、それがまだその上半身だけで投げてるような感じだと、うん、まあ、負担かかりますし、うん、あれ絶対肘をね、うん、上げてっていう指導だと思うんですけど、はい、そうですね、もうこれダメですよね、うん、無理やり上げることもないと思うんですよ、まあ、上げたからって言って安全かって言われたらそうでもないとは思うんで、うん、そうですね、うん、上がるもんだ、まあ普通に投げたらね、このままスムーズに投げれば、はい、まあ、勝手に上がっ、まあ今この辺多分上がってたと思うんですけど、そうね、この辺りには肘きますよね、まあ、こうはならないんで、うんうん、極端に言うとね、まあなんか普通にね、このなんか肩関節とか肘関節とかが普通に動くところで腕動かせば、ね、投げ物から勝手に上がってくるぐらいのね、そうですよね、はい、意識の方がいいと思うんですよ、はい、上げようと思わずも上がってくるっていう、そうそう、まあここまで上げないととかってなると、うん、まあ結局肩の関節ってこれ以上も上がらないんで、肘がこれこの状態で肘上げようと思うと、はいはい、上がらないじゃないですか、そうですね、この辺も今度肩上がっちゃうんで、そうですね、ここまでいったらね、はい、この肩の筋肉使って上げてることになるんで、そうですね、うん、これが実際いいことなのかどうかっていうところです、はいはいはい、あとこうね、後ろに、そう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 、後ろに行ってんのにそれをこう、はい、無理やりこう上げようとするとか、肘だけ上げようとするとか、はいはいはい、ってなると、まあこれかなり、まあ、大人がやってみても上がんないんですよ、うんうんうん、そうですね、はい、だからそこまでこう肘を上げるっていうことに集中しなくてもいいんじゃないかな、うん、
そうですね。でまあ一回のお父さんとかもなんかよかったボール持ってもらって、はい、肘上げよう思って上げたらあの結構ねなんかなんていうんですかねこうスムーズな動きができなくなりそうだなっていうのが分かると思うんですよ。そうですね。一回こうやってグッと上げないといけないもんね。上げるそっから上げるみたいなになると、はい、あのちょっと動きが分裂しちゃってるんで、そうですね、一連の動作やな。はい。うん、まあ、これはボールがね上がってくればいいわけじゃないですか。そうですね。こっからこうは掘れないんで。そうですね。それはソフトボールだよね。そうそう。ボールが、まあ、頭の後ろぐらいまでこう上がってくればいいので、うんうんうん、これで少々低くても、うんうん、まあ、このまま肘が上がってくればそれで、うん、はいはいはい、まあ、ここで上がればいいわけじゃないですか。そうですね、最後ね、投げるところで、はあはあ、これなんかいいアドバイスとかあるんですかね、そういう。そうですね、まあ本当にあのお父さんには見てほしいんですけど、うん、こう後ろから見た時さっきこうですね、こっちねこう入って、はい、背中側に肘だけ入れてしまうともう上がらないんです、うん、そうですね、これが上がらないですね、はい、まあ、お父さん一回やってみてもらったらいいですけど、まあ引っかかりますから引っかかります。はい、でこれ、まあ、トレーナーの人に聞いても、はいはいはい、まあ、皆さん同じことを言われるんですけど、うん、まあ、こう引くんだったら胸まで引いてこないと、これ肘だけ入れると上がらないので、はいはいはい、これだともう体ごと、うん、いや このラインですよね。そうです、このラインより背中側に行くともう動かないので肘がね、はい、もうそこは上がりませんよっていうところなんで、はいはい、まあなかなか上がらないなって思う選手はそうなってないかっていうのをまずチェックしてほしいな。あ、肘だけ、はい、ではこの肩のラインより後ろ行ってないかって、ね、そうですそうです、はいはい、でもっと簡単に言うともう前からこうやって上げちゃえば、そうですね、これは全然自然な動作なんで、はいはい、まあ、バッティングの時もありますけどこういう動作は肩できるんで、そうですね、うん、はい、ボールが上がればいいです、うん、ボールが、まあ、こうなっちゃったらもう無理やり肘上がって上げてしまってるので、うんうん、まあ、これでは不自然になりますよね。まあ、スピードも出ないし、うん、まずっていうところですよね、うん、はい、でまずこの入ってないかっていうのを上がってない子はチェックする、まずは見てほしいですね。そうですね。でそこまでして上げなくてもいいと。そうですね。そうですね。あとまあお子さん子供さんちっちゃかったら、はい、あのボールがねちゃんとこの3本で握れない、はい、あ、こうね、うん、可能性もあるんで、はいはい、このまあなんか僕らのソフトボールとか、はい、大きいものをこうね3本で掴むような、まあ大人がね、はい、こう3号ボールをこうソフトの3号ボールを掴むような感覚で、うん、子供たち、まあ、ちっちゃい手なんで、うん、そういうふうに握ってる可能性もありますね。そうですね。それでこの3本で掴むのが精一杯だったら、はい、この時点でこの辺り力んでしまうと思うんで、そうですね、力が入って、はい、その場合はねもう本当に薬指も添えるとか、はい、で4本で、うん、4本でとかで、まあ、できるだけこうね手首がこう、はい、柔らかく使えるように持たせてあげるのも一つかと思います。はい、まあ、昔はもうちょっとねちっちゃいボールもあったんですけどね。あ、そうですね、うん、はい、まあ、だから、まあ、テニスボールとかね、うんうん、ちょっと何キロより倒し、はい、あの JK よりちっちゃいと思うんで、はい、そんなんで使うとかね。そうですね、まあ、投げられる、まあ、手の大きさね、その身長にもよるんで、うん、同じ年代でも、うん、体大きいちっちゃい出てくるので同じボールを投げた時に同じになるかどうかっていうのがわからないので、うん、まあ、その辺も含めて見てもらうといいかな。そうですね、はい、あ、なんかこうね手首こう頭の近くに持ってくるぐらいの。そうですね、うん、なんかまああまりにもこうなんかねこうぎこちなかったら、はい、一旦ちょっとこう頭軽く触れてからそのまま投げるとかね、そう、肘上げるっていうより手首頭の横持ってくると、まあ、ボールが上がってりゃいいと思うんですよね。そうですね、うん、ボールが頭の後ろぐらいにあれば、うん、この辺りねいいので、うん、まあ、その時に肘がどうなってるかですね。そうですね、ここはならない、うん、まあ、この辺持ってこう思ったら大体この肩のラインぐらいに肘くると思うんで、はい、でまあ多い、まあ、これも多いんですけど肘はここまで上がってて、うんうん、投げる段階でこうやって落ちる子いるこうねいますいます、ここまで上がってんのに、うんうん、こっから投げようとするとこう下がる、うん、で結局ボールが上がってないですよね。あ、そうですね、なんか肘は上がっててもボール上がってないから、そうなんです、うん、その辺で考えるともうボールを、まあ、頭の後ろに、そうですね、とか耳のあたりにっていう、うん、あの
いい伝え方でもいいと思う。そうです。だからまあ多分手首この辺つける感じで上げてきてっていうと、あのそんなに力まないし、そうだね、手首なんて多分こうはしないと思うんですよ。手首つけやなかったらこうはしないと思う。そうですね。こうしてるともう力んじゃってるんで、はい、でも手首こうダラーンとした状態で頭の方にこう当てるぐらいでやるといいよっていうふうに。そうね、もやしとかこんな感じなんで。あ、そうです、やしとか、そうですね、こういう感じで、そのままいくと思います。そうですね。だからあんまりこう、肘っていうのをそこまで気にしなくてもいいかな。そうですね、まあ本当にボールの位置で確かめるっていうのが一番いいかな、はい、最初はそうやってもらえれば、まあ、簡単かなと思うので、うん、ボールの位置が、まあ、耳のあたりまでちゃんと来てるか、はい、そうですね、はい、もうほんなら自然に上がりますからね。そういうことです、はい、そういうことです、うん、なんでまあ肘じゃなくて、そうなんです、肘の高さではなくて、まあ、ボールの高さで見てもらうと、うん、まあ、分かりやすいかなと。そうですね、まあ、あの肘を上げるっていうのはあのそれだけ集中させるとあのもうそもそもいい影響がないんで。そうですね、はいはい、肘上げる、止まる、はい、また動き出す早い、これって速い球いかないそうですね、コントロールもばらつく、肩肘負担かかる、はい、全部もうダメなことだらけなので、もういいことないので、はいはい、肘を上げるっていう理由ではなくて結果的に上がるようにするにはどうしたらいいかっていうふうな考え方を持ってもらった方がいいと思います、はい、でまあ、今回はそのボールの位置にしっかり注目してやると、はい、まあ、一つの方法として手首をこの近くぐらいに持ってくるっていうアドバイスも適切にお子さんたちはこう、はい、はまるかもしれない。まあいろいろやり方あると思うんで、まだね、はい、いいやり方があったら紹介していきたいと思いますので。そうですね、でなんかこんなんもいいんじゃないですかとかあればね、ぜひぜひコメントとかいただければ、はい、はい、あのその見た方も ね、 そうですね、こんな方法もあるのかとか、はい、あると思いますんで、はい、はい、まあ、あのぜひコメントもいただけたらなと。よろしくお願いします。はい、と思います。では、今回はその肘を上げるというところについて、はい、まあ、そこから腕の使い方、そうですね、また負担のない正しいやり方にするにはどういう考え方を持ってやったらいいかというところでお話しさせてもらいました。はい、はい、では以上で終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。